こんにちは、ブルーホースです。スクワットしながらすいません。ということで、パート3やっていきましょうか。ファイナルファンタジー7、クラシスコア、レオニオン、1ヶ月も経ってるの。ジェニシスとアンジールを一緒にするなんて、ジェニシス、セカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。まあだから、ジェニシスに連れて行かれたっていうことを考えたら、結局セカンド、サード連れて行ったやつと一緒だよ、変わんねえよっていう、そういうことなんですよね。なんか、チャプター仕切りになってんすね。チャプター1終了ってなってたから、そういうのも知らなかった。一つのその全部が繋がっている物語っぽいかと思ったんですけど、バイオでいう RE3、RE4 みたいな、RE3、RE2 みたいな感じかと思ったら、RE4 みたいな感じだったんですね。だからチャプターごとで、いろいろとこう区切られていくっていうところだから、本当は1チャプターずつ繋ができたらいいと思うんだけど、なんせね、トータル20から30とかかかるみたいな感じの話になってるから、そうだけど、ってことなんですね。あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと！ブリーフルームへ行ってくれ。お前が今履いているボクサーパンツは認められない。誰だよ。まあ、ラザー統括がお呼びだから、行ってくれっていう話なんですね。果たして一体どうなるや。アンジールから何か。わー、すげえげっそりしてる感じがする、ね。実家にも連絡はないそうだ。実家。なんというアットホームな響き。じゃあ、何のよ。新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファースト、ジェネシスの故郷へ行ってほしい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けている。なんか嘘っぽいってか。ああ、そういうことですね。なんで？親はどこまで行っても子供を信じたがるものですからね。まあでも子供も生きてる。じゃあ親も生きてるってことだ。何が起こっているのか調査してもらいたい。了解でございます。あれだ。あれだ、そう！タンスのツンだ。これ、なんか暗い任務？ツンツンさんじゃないですか。準備ができたら声をかけてくれ。了解です。来いよね、ツンって。いやー、エアストライク、エアストライク？何、ストライクだけどずっとボールって言われちゃうとか？心の映像。おちょっとあとシスネも出てくるんだよね。本名じゃないらしいですけど、シスネの本名ってなんか携帯ゲームかなんか出てきてたんですね。もしもし、ああ俺カンサルだけど、まあ出た、スペイン語の人。まだ後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そうなんで、俺のボクサーパンツが認められなくて困ってるんだよ。なあ、それ終わったらちょっといいか。一杯飲みに行こうよって、可愛い女の子を見つけたんだ。俺一人じゃなく告白する勇気がねえからよって。じゃあブリーフィングルームの前にいるわ。あいよ。さあ、じゃあ行くか。召喚獣のマテリアを入手すると、すべて召喚獣に差し替わる召喚モード。あいつ仲間にできんの？再生イフリートなど。あ、イフリート召喚して、めっちゃ来て、チョコボモード。待て、なんかミッションがすげえいっぱいいろいろできてるんだけど、再戦イフリートとかってなったら大変なことになっちゃうのかな。で、アイテムなんか何も、あったなんか出てくる。ハンドーファイヤーフリーザーで、おめえカンセル。どこかへ任務に行く前は、支給ポットをチェックしてからの方がいいぞ。これって、了解です。補充されても連絡が来ないからな。まあ、あれだね。不審者が来ないのは、経費削減のためって噂だぜ。こんなもん RPA で自動配信モードにすりゃいいのに。これでこれはできないのか。あ、イケメン。え？ブリーフィングルームの前にいる。カンセル。あ、ちょ、その前にメール見なきゃいけない。メール見ないでカンセルと喋ってるわけよ、スザックス。任務の前は、行きたいところへ行って、したいことをしておいた方がいいぞ。そんな時間に余裕あるんですか？後悔のないようにさ。なるほど。これから1階まで降りて、8番街に行ってみないか？大丈夫？そんな余裕あるの？本当に。あれかな、サブミッションをしているときは、時を止まれ。もしくは、時を戻そう。どっかのペコパみたいな状態になれるってことなのかもしれないね。ああ、降りてる。8番街。噴水広場。よし !8 番街だ。じゃあ、ここからは別コード。一緒に行った意味ねえじゃん。え、マジ？誘っておいてほったらかし。もう、と同じ気持ちでございます。俺なりの気遣い、わかるよ。お前、任務の前で時間がないだろ。一人の方がいろいろできるからな。もし会社に戻りたいなら、あっちだ。
どっちだ。じゃあな、ザックス、はい、また連絡する。いいよ。まああの初プレイなんでいろいろと皆さんこうこちょ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 ストーリーをしてる人からしたら、はい進めよこっちだよとかっていろいろする気持ちがあるかもしれないですけど、温かい気持ちと心地いい感触でお付き合いいただけたらと思いますということで、ビーツ。ちょっと控えめなおっぱいって言うかな。違うんだよ、メールを見なきゃ。アンジールってさ、くせ者ぞろいアンジール常識人は信頼まついよな。セフィロスさんはアンジール呼び捨てでセフィロスさんなんだ。へー、誰も何よりジェニシスは団体行動が嫌いな人だったから、事実上それじゃの精神で感じる。俺もすごく全然羨ましいよ。あれチュートリアル、なんかどっかにさフィリピンパブってある。強化バフ何これ。ああ、これか。ダメージモーションを取らなくなる。ああ、そういうことね。で違うんだよ、違うんだよ。違う、ミニゲームになってる。これか。あれってどっかにさ、ないな。バトル。ミッドブレイク、リミット。違う。なんか、ちょっとになかったっけ。まあいいや。チョコボールと戦う。あ、そうだ。その前にあれだよ。次戦うときにさ、気をつけなきゃいけないのがさ、違う。あ、ゾーンが増えてる。マテリアもだけど、HP アップ。おー、すげえ。合計 SE が全然ないんだよな。そうだね。まだ回転攻撃がなんか2つなかった。あ、2つあるんだ。じゃあこれ1つ売るとかってできる。マテリアって売れるの、もしかして。シンラビルショップ。いや、売れねえな。あ、防弾チョッキ。30。体力が30アップします。HP が、あ、だったらこっちの方がいいよね。で、あ、ポーション全部使い切ってから、ポーション普通に買いましょう。8個くらいか。え、ちょ、話しかけられるけど急に戦うとかないよね。あなた、どうも。もしかしてソルジャーさん？アンジルファン。ソルジャーのザックスだ。よろしく。なんだ、アンジルじゃないなら帰って。ザックス？聞いたことないわね。殺せ！今すぐ殺すのだ、こいつらの首を。彼、最強のソルジャーは誰かって話をしていたの。プラウドです。私はアンジル様ね。真面目な雰囲気に倹約かなと。お前がアンジールの何を知っている。ソルジャー最強の男っていうとセフィロス様以外考えられない。お前だから髪色揃えてんな。上半身裸の姿を考えただけでただのセクシースケベだったこいつ。何を言ってるの、あなたたち。ファーストだからあれかな、ソルジャー最強の男なんですから。3人しかいないってことなのかな。ってなったら圧倒的兵力不足じゃねえって思うけど。意外に女性ファンが多いんだね。いや、一人ずつしかいないことで決めつけるのはあまりよろしくない気もするけど、なんかすげえこれあれ、まあ、散策会になるかもしれないね。宝箱とかどっかないのかな。じゃあ、違う、おっちゃん飛び込むのだけは待った。おっちゃん飛び込んじゃダメだと思ったけど、何にもあれだったんだ。ああ、ハンジールだかなんだか知らないけど、うん、追っかけに夢中で母ちゃんが構ってくる。俺寂しいよ。アンジールファンはこいつだよね。なんか髪色が本当にね、一緒なんだかどうかわかんないけど、あれこれなんか、ちょっと待って、このババアさ、いや俺は見ちゃいけない真実を見てる気がする。あ、なんだ、ただの双子か。そういうことだよね。てか別人物だよ。同じあれなんかって言ってる。なんだ信頼カンパニーのスキャンダルを狙う徳田ネキ社が後を絶たないんです。ビルに不法侵入した徳田ネキ社を追ってきたのですが、見失いました。あ、何、そいつをぶった切ればいいですか。機密情報を外部に漏らすわけにはいかないですからね。何としても捕まえます。了解。頭から一刀両断ぶち殺せばいいですかね。了解です。でこいつら何、血は喧嘩でもしてんのかな。おめえがソルジャーばっかり追いかけっからよ、俺のことも見向きもしてくれない。あんたもソルジャーみたいにもっともっとイケメンでかよくよくなりなさいよ。ザックスマンを見習いなさいよって。あれ、これなんか登ってったらさ、なんか あいつが出てくるところじゃないの。それっぽいところ来た感じがするけど。ごめんなさい、ね、喋れる。ソルジャーには興味ないの。お前は未来のクラウドかな。興味ないね。なんであんなに冷めちゃったんだろうね。クラウドで一番がにちょっと、あれ、じゃこっちはなんだ。ああ、違うマップになるってこと、これもしかして。あ、そういうこと。広
さっきからずっと列車を待っていますが。あ、そうです。僕があの連結を切っちゃったからなんですよね。ごめんね。違う。少年、少年。お兄ちゃんと一緒に新列車を見に来たの。あ、女の子。あ、可愛いですね。早く来ないかな。ワクワクドキ。なんかこのこのさ、なんか声優の無理やりそのワクワクドキドキってムカムカ。お前もワクワクドキクドキかよ。子供そんなワクワクドキドキとかって言わないぞ。無理やり。これさすがに降りれない。で、こっちはいけないってオチなんだな。なるほど。オッケーオッケー。あれじゃ、これって一回意味あんまなくない？ここは意味がないのかな？じゃあ、こっち戻りましょう。なるほどね。ああ、じゃあこういうなんかさ、こう、マップが切り替わる瞬間のローディング画面とかっていうのやっぱうまく作った。あのバイオハザードの人たちはやっぱすごいあれなんだね、優秀なんだね。ちょっと待って、こっちはごめんね、いろいろみんな付き合わせてちょっと地味かいかもしんない。その風貌、あんた神羅カンパニーのソルジャーかい？誰って書いて？俺は神羅が大嫌いなんだ。気安く話しかけないんです。この人たちから出ていけ。ただそれだけのこと。なんで嫌いって言ってるとかさ、なんかもうしんどいとかって言ってるところにさ、いやーこれあれだね、お嬢ちゃん1万5000円でどう、バカね、ゼロが2つ足りないわよとかって話をして、そういう会話も今危ないよね。ビューファイル。普通にこうやって、ああ、走るんだ、ちゃんと。ああ、で、こっちに戻ってくるのね。走った方がいいよ。ああ、こうしておけばよかった。ってことは、こっち行っちゃったから、こっちに行ってったら、あ、ちょっと待って、普通にさ、ラブレス。新たに追加されたミッションがあります。なんかミッションがあるのか。ああ、何これ。舞台の残党へ。宝条。貴重なもの。マテリアハンター、ザックス。で、これさ、M4 とかこういうのってさ、挑んでみてもいいけどさ、バスゲー、平家の魂。これ普通に今挑んで勝てんのかな。やっぱ推奨レベルとかそういうのないのかな。ウータイ近郊でウータイ別行動、このミッションちょっとやってみる。残党っていうレベルだからさ、これどっちかだよね。めちゃめちゃうわー、全然なんか、ミッション中通常と同じく移動と戦闘が可能で、戦闘不能時もゲームオーバーになる装備を、はい、ミッションのリタイア、移動範囲がメインミッション、あ、中止もできると。まあじゃあちょっとあれだよね、戦ってみてだよね。あ、でこの赤いやつは、おい、え、うわ、なんかめっちゃ強そうな出てきてないよ。そうでもなかったね。そうで、ようやくね、あの最初のパーツでレベル6だったんだけど、今ようやくレベル7に上がったっていうことだから、経験値が相当上げにくいゲームなんだろうなこれって思った。あんだけ戦ってレベルが1個だもんね。エクスポーションっていうのは宝箱が1分の1とかね。あ、こっち行っちゃいけないから、めちゃめちゃ待ち構えてるわ。そう、勝負だ。あー、ちょっと待って、そんな、後から出してくるなんて、兵長ずるいっす。兵長ずる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 。ふいふいふい、背中の端は剣士の端、背中の端ってなんだ？背中の傷、気づいてほしい、私の魂。ほらんだ、ほらんだ。あ、でも、あの、ミッションはそんなあれじゃない。ういしゃー、東西、八方斎、銀玉乱太郎の時間です。おらおら、兵長、リヴァイ、お前は立体起動装置ですか？つけれんのです。おしまい。チャ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 。オッケー。22キル、36 SP。エリクサー1個。あ、終わり。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なるほどね。こういうのがいろいろあると。なるほど。じゃあ、しっかりとやってった方が良さそうですね。こういうので、じわじわレベルアップするのもありなんですね。ただ、メインミッションかサブミッションかっていうのがちょっと分かりにくいところだよね。ブータイ殲滅なんか絶対あれだもんね。さ、メインミッションなら、おお、結構ほら、巨乳じゃん？お姉ちゃん？あら、ソルジャーさん。ナンパならお断りよ。残念だけど。私には心に決めた人がいる。今僕のことを好きになってみませんか。あ、ここは相変わらずあれだな。もうあれだね、なんか男女でさ、ずっとキャッキャイチャイチャ風してさ、あの、あなたのことをいくらいくらって買い取りません、あの1万5000ギルでどうでしょうみたいな。なんだ、
お、ミッドガルのパトロールご苦労さん。はい。どこのソルジャーか知らないが、貴様はここで何をやってるんだ。見回りです。いや、何って言われても暇つぶしです。8番街の通常パトロールは治安維持部門所属神羅第18小隊の任務だ。この8番街の平和を乱すのであればたとえソルジャーであっても許さんぞ。いや、そういうわけじゃない。ソルジャーだからなんかすごい位の高いあれなのかと思ったけど、そうでもないんだな。いいことを教えてやろう。こうなんかないがしろにされてるね。なんかソルジャーってだけでなんかすごいモテモテな感じがしたけど、どういうこと？迷子になった子供を母親の元へ連れて行くのは誰だ？自販機で小銭をくすねるコソ泥を捕まえるのは誰の仕事だ？列車の中で大声で電話をしている少女を注意するのは一体誰だ？一般市民です。全て我々だ。つまりミッドガルに必要なのは我々神羅軍ということだ。そりゃご苦労さん。なんかでもそういう些細なことでもさ、誇りを持って仕事をしているっていうことは非常に素晴らしいことだと思います。それこそアンジールの言うさ、誇りを持てっていうのと一緒だよね。白黒はっきりつけてやろう。まあでもこのソルジャー一人倒すためにさ、最後あんだけさ神羅兵をなんかねめちゃくちゃに用意をしているってことは、やっぱり一人一人の兵力っていう意味で言ったら圧倒的にソルジャーの方が上っていうことなんでしょうね。ああ、お兄さん。ここは8番街の繁華街、通称ラブレス通りだ。ラブレスっていうのは有名な物語の一つ、舞台にまでなってるんだぜ。ヘニシスの大好きなあれだね、ラブレス第何種。なんだろう、あ、チョコボに乗りたいのかな、おばあちゃん。地は特に何もないだね。たた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 た、またあれだよ、バイバイしようとしてるよ。あ、三つごと、あ、なんだ。ニュース、人事発令。代表取締役、このタイミングで、ルーファウス・シンラに長期出張を命じる。セキュリティ対策の出張先は、おお、セキュリティですね。俺の愛車は、マックス230キロは出る。もちろんエンジンもすごいが、風になる秘密はタイヤにある。これはすごいな、230キロはすごいですね。なかなかのスピードですね。女の子、女性が男性、男の子を買おうとしている。私は忙しいやつがそんなゆっくり歩かないんですよ。で、君はどうした？このなんか上にさ、さっきから言ってる50何メートルとか60何メートルとかっていうのは意味があるの？こっちは行き止まりですね。空箱とか落ちてたらあれだったのに、意味がないんだったらあれですね。じゃあこっちかな。いや違うな。あ、ちょっと待って、なんかミッションを持ってる女の子。舞台化されるほどの素晴らしい物語で。ジェリシスさん、ミッドガルでは毎回私はジェネシスファンクラブの一つ、勉強班のメンバーです。ジェネシス様が愛するラブレスをより深く理解するために、そういうことね、ジェネシスファンクラブ、赤い革コートの勇士が集まって作った勉強班がルーツです。ですが。上辺だけのファンが集まるファンクラブに嫌気がさして勉強班は独立したのです。あなたも勉強班でジェネシス様が愛したラブレス、自分の所属するメンバーのことを勉強するっていうのはまあまあいいですね。じゃあ入会してみましょう。これであなたもラブレス。いやいやいや、あのさ、上辺だけのファンをって言ってたのにいいの、こんな上辺だけのやつが。早速メールあれだな、怪しい宗教になんか誘われてる感じがするけど、2章3章中心とヒロイン視点で描かれるラブストーリー。しかし今年の売りは友人2人の描写が増え、オリジナル近いところです。え、振るって、はい、いいのかな、これで全5章で。2章3章は一般常識と言っても過言で、ジェネシス様は、はい、はい、じゃあどうしたらいいのかな。これでなんかミッションをクリアしに行ったな。これで戻ったらなんかシスネとか出てくるかな。そろそろ終わりが見えてこないと。ミッションをなんか行くか。あ、なんかシーン違うな。あ、これだから会社戻れってことか。じゃあもう一個くらいミッションやってく。そのなんか位置のなんぼとかってさ、なんか合同訓練、違う、神羅カンパニー2分の1、治安維持部隊をボコボコにしましょう。訓練とはいえ気を引き締めてかかれ。はっ。
ミッションスター。宝箱、宝箱ない。うわーなんかすげえ広いですね。で何回も何回も戦う。これだから経験値がいくつか、あ、違う、なんかいろいろ買って開いた。さあ出てくる。いいね。お前ら速攻で後ろ向いてたけど大丈夫だそれで。いって、あ、強っ。ちょっと待って、なんか思ってたと違う。全然思ってたと違う。突撃兵強すぎる。ちょ待って。よし。ちょっとなめた。あばい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 。あばい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 。おばあ、オッケー。アップで強っ。苦しと。え？こんな強いの？百何歩とか。今の私にはちょっと強すぎて。アクティベートコンバート。宝箱。待って、ギリ。おい、ちょ、これ全部回復するってなると大変なことになるから、戻ってきたらそうなるんですよね。これなんか武器やばい、やばい。ポーション使って。オッケー。危ない。シュートだ。主流危ないの使ってくんな。お前1対1だったら負けねえかな。ちょっと待って、死にそう。やめてパンダ。おっしゃー、おっしゃーじゃねえ。でギリギリなんだよ。めちゃめちゃギリギリの戦いを強いられてる。いいえ、ミッション開始の前に戻りますけど大丈夫ですかって。よろしくない。待って、宝箱が全然ないんだけど。待って、マップ、こっちがゴールっぽいからこっちはですよね。あ、2匹だったらなんとかなる。いや、手榴弾危ない。くるっと回って。ほい。危ない。くっ、あ、ちょ、ポーション。おりゃー、てめえこのバロメ、真実はいつだっていくつもあるから面白い。宝箱を手に入れようと思ったけど宝箱なくない？ほらさ、手榴弾自爆してくんないのかな。ほらどうしよう。魔法無効開始。でも魔法使ってこないんだよこいつらな。物理技なんだよ、永遠の物理。あれ、待って、宝箱どこよ。宝箱なくない？あったポーション、エクスポーション、あれ、エクスポーションってなんかすごい技だっけ？技というか。帰ってきたら戦うんです。死ぬ。まさ一撃。あ、いった。お前ら物理攻撃力が高すぎないか。こんなんやってたらいつまでたってもクリアできません、ポーション。今さ1匹目もおしまいした。3匹目もポーションにしたい。ただのポーション野郎です。なるほど。ってなるとですか、 M を押しながら攻撃をするっていうことを身につけることができてない雑魚でございます。ファイヤー。あ、なんだ、炎が弱いからこれで秒殺すればよかったんだ。ちょ、こっちは行っちゃダメです。宝箱は、あたた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 た
食べたらあれだね、苦手。アクティベイティングコンバットモード。いや、ブリザードじゃない、こうです。ファイヤーが弱いんです。貴様はファイヤーが弱いってことはもう全部使い切っちゃいます。全部使い切っちゃいます。おしまいです。なんだ、こうすればよかったんじゃん。校長、今日の訓練は確かに我々が負けた。お前どこまで誇りとプライド持ってんだ。どっちも同じみだけどさ、素人同然、実戦訓練もないような奴らばかりだった。次も同じ結果になると。いや、そんな奴を訓練といって出すんじゃねえよ。お前ソルジャー相手だぜ。ちょっとなんかあれだね、言い訳だね。隊長かっこ悪いね。
誇りを持って戦うことは素晴らしいことだけど、ちょっとかっこ悪いね。ミッションまた追加された。あ、でちょっと待ってね。じゃあそろそろ戻りましょうか。レベル7、これさ、どうやったらレベルが上がるとかそういうのってあるのかな。ポーションが減ってるけど、まあまあなんとかなる。でも買えないってなったら、でもな、200、2900、ちょっと慣れない、全然慣れない。とりあえず8個で、マテリアは増えてないのかな。このさ、SP ってですよね、合計 SP。 SP でもさ、4381あるって書いてあるんやけど、これどうやったらいいの。装備してる、え、違う、何、あ、変化が売るってことか。2400、めっちゃ高値で売れるけど、え、あ、そういうことか、そういうことか。はい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 。あとはやっぱりすげえな。だからダークブリザードとかさ、ダークファイヤーとかめちゃくちゃあれだね、レベルアップしてんだね。ファイヤーだけなんでこんなに同じタイミングで使ったはずなのに。ってことはこれ育ててから売った方がいいってことだね。あー、ティアルとか意外と持ってた方がいいのかもしれないね。まあポーションでなんとかなってるから、同性とか多分どっかで覚えるんだろうな。で、なんかを手に入れたよね。体力が40アップします。いや、いいや、よし。じゃあ、もう向かっていくしかないザマスってことかな。そうですね、そろそろ行こうか。死んだビル帰ります。戻りますかとかってそういうのがなく、あれだね、無条件で戻らされてる。マテリアルームでマテリア生成、魔鉱石を持ってきたマテリア生成。急にレベルの高い会話か。息子が死んだビルで迷子になっちゃってとても困ってたんだ。でもインフォメーションセンターのお姉さんに助けてもらってよかったよ。迷子対策も完璧とは。いやー、ちょっと待って、お姉さん。いや少年、いやいや少年、無視しないで。これが死んだビルか。以上。よかった、お姉さん。座ったらどうですか。でしかもこれらのお姉さんあれだね、何かお困りのこと。俺のスケジュールにザックスさん、ブリーフィングルームに行って。はいはいはい。死んだビルのセキュリティはソルジャーの場合2階のエレベーターから。ちなみに展示室およびこのエントランスは、そうなんだ。エントランスので待機任務中などには1番街には駅があり、5番街スラム行きの列車が出ています。ありがとう、もう大丈夫。ご苦労様、何か困ったことがありましたら。本当に声は可愛い。でも見た目はいい男。ナンパしてくんのかよ。ここもセーブポイントだよね。で、ここはなんかいける。これ何？ふん。すごい、あれ探索会になってるね。パート3にして探索会になってるね。まあいろいろと知っていくの大事だから。わお、かっこいい。これはロケット神羅26号宇宙開発部門が。神羅の科学力を結集させて開発中の宇宙ロケットの完成予定模型だよ。完成したらいよいよ打ち上げだ。あ、でいろんな部屋からあれ出れるってことね。え、これは神羅 PA8。 もう言葉一つ一つが難しすぎるんですよね。展示ルームが一般公開、やっぱりし、これあれだ。いや違うな、そうでもないか。ハーディー、これは特に何もない。でこれ奥の展示ルーム、ああ、なんか2つあるんだ。ソルジャーフロア、今一緒か。あ、お姉さん、どこにでもいるお姉さんじゃん。この展示ルームは一般の、あ、すいません、一般の人間じゃなくてすいません。あれはいいや。このじゃあ、ソルジャーフロア、エントランス戻ってもしか、え、ちょっと待って、エントランスでなんかやり残してることないかな。エントランス、え、違うわ。全然違うところに出ていた。よう、一般兵。
自分は新米の兵士であります。自分は新米カンパニーのため元気がよろしい。これはなんだ、なんかキャンドルハートがあるけど、ああなるほど。でここに戻いつの間に2階に上がったんだ。私はここは何展示ルーム、ここ展示ルーム、ここは？じゃあ2階からソルジャールームに上がっていきましょう。現在なんだポーションのキャンペーンを行っています。一般の方は有料になりますが。マジっすか、やった。じゃあ251本今飲むの？今体力マックスじゃないの？でどうなっちゃう？一回やられても大丈夫のくらい元気になった気がする。一回やられても現在一般のよろしければ、まあ、これでどうなの？体力がアップしたとか723なんかアップしたかどうかはちょっとよくわかんないね。だからレベルアップとはなんか別でなんかステータスが上がってきてるって感じがするもんね。2階からソルジャールームに入るみたいなこと言ってたよね。ああこっか。じゃあソルジャーフロア、ツンで、よう、ザックス、ブリーフィングルームへ行ってくれ。お前先に戻ってたんかい。急いだ。こんなに急ぎだとは知らなくて誘って悪かったよ。構わねえよ、気分転換大事だからな。じゃあ行ってくる。任務頑張れよ。暇になったらメールするから。はいよ。おめえはソルジャーなのか、一応。お面みたいなやつで隠してるやつはなんかな、一般兵って感じがするけど。ブリーフィングルームってどこだっけ？ジェネシスさんに続いてアンジェルさんがいなくなっちゃうなんて、最近ソルジャー部門ってゴタゴタしてますよね。レベル49。そこのエレベーターに乗ればエントランスと展示室に行けるぞ。あ、これインフォメーションセンターにいる受け。そう、さっきナンパされました。イケメンすぎてごめんなさい。よし、タタ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 。このソルジャーフロアにはブリーフィングルーム、いろいろな。そう、バテリア、トレーニングルームとかってのある。トレーニングルーム。向かってみよう。違う。なんか思ってたのと違う。いや、面白いけど。レベル4。いや、なんか全然思ってたのと違うな。君はソルジャークラス、その時は。はい。大力設定は魔鋼商社の影響で、特に何かできるわけじゃないってことですね。すいませんただの寄り道でした。まさかのスクワットを見せつけられる瞬間になると思ってなかったからね、びっくりしたわ。でマテリアルームでなんかマテリアとマテリアを合成してチュッチュイチャイチャで新しいものがキャッキャイチャイチャできると。なんかできるぞ。マテリアとなると珍しいけど、魔鉱石ならば、魔鉱石っていうのは魔鉱エネルギーがマテリアとしての効果はないけど、ここでソルジャーが魔鉱石の採掘任務に行くこともあるんだ。いっぱいです。タッチの2の道。私は昔科学ソルジャー部門にラザ科学部門が急に自慢をされました。でお兄さんはマテリアっていうのは、天然のマテリアってのはほとんど存在しない。な、一般的に使われているマテリアの、はいはいはい、ということね。じゃあその魔鉱石を手に入れれば、まあそれをなんかいろいろとこう生活の云々とかにしてるのが魔鉱炉っていうことなんですかね。俺あんまそこら辺がね分かってないというか。ヨーサックス、ウータイの任務ではかなりの数、何でもタンブリン取り手でウータイ兵千人を鬼のように倒したのか。桁が2つ足りないです。だが忘れんなよ、次にファーストになるのは俺様さ。モブが黙れ、お前ごときモブが。でちょっと待ってね。ブリーフィングルームどこ？これか。あ、ここなんだ、ブリーフィングルーム。じゃあ次に進む前にもう時間になっちゃいましたから、一旦ここで終了にしましょうか。はい。じゃあね、ちょっと探索会みたいな感じでだらっとやってしまって大変申し訳なかったんですけれども、一旦ここで区切りたいと思います。ということで、次回も FF7 ジュニオン、お楽しみいただけたらと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしく。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。